太古への扉は、イギリスの SF ドラマ、プライミーバルの第一章第一話、2007年2月10日に ITV で初放送された。本作では、ディーンの森にペルムキへ通じる時空の亀裂が生じ、主人公、ニック・カッターたちと動物園の飼育員アビー、メイトランドが亀裂からやってきた生物と出会い、内務省と協力して調査に乗り出す。ヘレン・カッターは、 ディーンの森の近くでゴルゴノプス類に襲われて行方不明となり遺体も発見されなかった。その8年後、ヘレンの夫、ニック・カッターはディーンの森で怪物が出たという知らせを教え子コナーテンプルから聞き、妻の手がかりを探すために彼と助手スティーブン・ハートと共に調査に向かう。怪物騒動を否定したい政府から派遣された内務省の役人クローディア・ブラウンもまたニックたちと 合流する一方、ディーンの森の近くに暮らす少年ベンが、ペットのトカゲの引き取り手を募集しているという話を耳にしたウェリントン動物園の爬虫類、シークイーンアビーは、そのトカゲが珍しい種類であることに気づく。レックスと名付けられたトカゲの発見場所にベンと共に、向かったアビーは、木の上に横たわる牛の死体を目撃し、それを見てパニックを起こした彼と森では、 グレてしまう。ベンは、キロで時空の亀裂とその向こうに広がる、戦士時代を目撃し、帰宅後に、ゴルゴノプスルによる襲撃を受ける。アビーは、スクトサウルスと遭遇したところで、ニックたちと出会い、スクトサウルスの消えていった時空の亀裂と直面する。過去の生物及び、時空の亀裂との遭遇をクローディアが上に報告し、この出来事は、正式に内務省の管轄下に置かれることとなる。 アビーとニックたちは発見者という立場で、亀裂調査プロジェクトに参加し、レックスを元の時代へ戻すこととなる。一方で、野外調査を行っていたスティーブンとコナーは、ゴルゴノプスのアシコンが学校へ向かっていることに気づく。ペルム機でレックスを話したニックは、過去の探索を続け、行方不明の妻ヘレンの痕跡を発見する。以前に人が設営して荒廃したキャンプ、 男性の白骨死体、そしてヘレンの名前が刺繍されたカメラケースを見たニックはこの時代に残って創作を続けようとするが特殊部隊のトム・ライアン隊員との対立の末折れて現代へ生還を果たす。現代では学校でベンを襲った後のゴルゴノプス類による襲撃を受けるが追いついたスティーブンの攻撃によりかろうじてゴルゴノプス類を鎮圧する。 ペルム機の亀裂も閉じた翌日、内務省でカメラの写真を現像するとそこには笑顔のヘレンが映っていた。発骨体が男性のものだったことから諦めき入れずにいるニックだったが、何者かにより研究室の気上に生きたアンモナイトが置かれていることに気づく。物音を聞きつけてすぐに外に出たニックは闇夜に紛れて立ち去るヘレンの姿を目撃する。 ゲルム機に設営されていたキャンプと落下していたカメラ及び成人男性の白骨体は第1章第6話未知なる獣でルーツが明かされる。日本語吹き替え声優は左から NHK 放送版 DVD 版の順。ゴルゴノプスゴルゴノプスとスクトサウルスはプライミーバルと同じくインポッシブルピクチャーズが制作したドキュメンタリー番組。 ウォーキング・ウィズ・モンスター全恐竜時代巨大生物の誕生にも登場している。時空の亀裂が原因で時期異常が生じていることをコナーが知らせるシーンでは英語圏ではなくドイツ語圏の方位自身が使用された。日本語版を放送した NHK のスタッフはこのシーンが小道具担当の遊び心であると指摘している。劇中の生物はある程度脚色されている。 コルゴノプスとスクトサウルス及びコエルロサウラブスは全て現実のモデルよりも大型化しており特にスクトサウルスはモデルの推定体重の5倍に達する体重5トンと設定されたコエルロサウラブスのレックスも全長2倍程度に大型化しているコマーシャルが功を奏し太古への扉はイギリスで670万人の視聴者を獲得した 本作が放送された午後7時45分の枠では BBC1 で映画シュレックが放送されていたがそれにもかかわらず高い数字を記録した。ドイツでは同年6月4日にプロジーイベンにてダイアンデルセーテという題でアメリカ合衆国では BBC アメリカにて2008年8月9日にそれぞれ初放送された。日本では2008年9月に NHK が第一章の放送権を獲得し、2008年10月17日に NHK 総合での放送が発表された。初放送は2009年1月2日午後4時20分からで、あり、次話、恐怖の巨大雲が続けて放送された。同年8月8日午後1時から NHK デジタル衛星ハイビジョン。 8月24日午後5時にアナログ放送とデジタル放送ともに NHK 総合で再放送された後2010年4月4日に午前10時50分からの枠で再度再放送された NHK オンデマンドの特選ライブラリーではそれぞれの作品で配信時期に差があるものの2008年12月1日から2009年8月31日までの PC での視聴回数で 第6位を記録した。これは連続テレビ小説、チュラさんと NHK スペシャル、沸騰都市及び土曜ドラマ、ハゲタカに次ぐ順位であり、海外ドラマではデスパレートな妻たち第4シリーズを破って最高順位であった。9月30日まで範囲を拡大すると、太鼓への扉はハゲタカを破ってタイトル別で第3位を獲得した。2019年9月8日には、 日本テレビ、フール傑作シアターで放送された。ドリームワッチのポール・シンプソンは、プロットに、映画、ジュラシック・パーク3との類似点がいくつかあると、指摘したものの、キャストの相性とキャラクター性を称賛した。オブザーバー氏のキャサリン・フレッドは、特殊効果を批判したものの、シリーズが、楽しくて、ノスタルジックで現代的であると述べた。サンデー・タイムズのビクトリア・セガールは、 本作が SF ドラマ、ドクター、風の新たなライバルになると主張し、秘密情報部トーチウッドや、X ファイルといった既存の SF ドラマとも対比した。彼は、ニックカッター役のダグラスヘンシャルの存在感が番組に良い効果を与えていると絶賛し、特殊効果が全時代的だと揶揄しつつも、タイムトラベルや個性物及び、政府の陰謀といった要素を劇中に盛り込んだことを、 高く評価した。TB ゾーン氏のアンソニー・ブラウンはより包括的なレビューをしており、SF のありきたりな表現は多く見られるが、プライミーバルが素晴らしく、軌道に乗っているのは、その半分がそれらのおかげだと述べ、キャストの演技もエピソードの成功の理由の一つとして、さらに賞賛した。ありがとうございます。